堀米優斗が金メダル、スケートボード。東京オリンピックにおいて、堀米選手がスケートボードで金メダルを獲得されました。おめでとうございます。この堀米選手、新技を次々と成功させ、他の選手を寄せ付けることなく、金メダルを獲得されておられましたが、堀米選手はスケートボードでは世界的に有名な選手でございます。今回、 オリンピックの会場が地元の江東区ということで、ここで生まれ育ってスケボーしてきたベストな滑りができて本当にうれしいと述べられておられましたが、堀米選手には今後も世界を股にかけて活躍をしていただき、さらに良い成績を 記録に残し続けていただくように、またスケートボードの新技についても、さらに開発を進めていただけるようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。